そう。まあ、今一部その駅の周りですけども、はいはいはい、残りのところは私としてはこの日本の東京でオリンピックをやると言ってたのは反対なんですよ。それはなぜかというと復興まだまだこれからしなくちゃならないのに、今の東京オリンピックにかけるお金があったらばぜひ復興にかけてもらいたいなと。これは復興という名のもとに名を借りたオリンピックだと思ってました。双葉町を聖火通らないというのはやっぱり今の現状を見てもらいたいんですよ。逆に双葉はまだまだ全然進んでませんよと。でもこれだと 0.1 そういったことで他の町と違ったいわゆる差別化ということで我々は話してますけども、まず我々が一番先に戻るということを決めてます、まあ、そういったような町としての方針の決定が決まってない中でオリンピックの誘致といいますか聖火ランナー聖火リレーをね、呼び込めるというのはちょっとルール上難しいだろうなと思ってます。ただそれがあの我々の思ってるような時期に避難指示解除であったり先行避難指示解除ができるならば、なんとか国であったり県であったりなんとか双葉にもそういう聖火ランナーの火を当てていただきたい、そういうふうな思いというのは持ってます。